平原軍は朝鮮民主主義、人民共和国平安南道に属する軍。平安南道の西部に位置する。東西に長い軍であり、西は、航海に面する。朝鮮中央テレビで取り上げられた平原銀河府工場があるのは、ここである。一遊二労働尺、二十九里を管轄する。高麗時代には防御士が設置され、1018年には、最強に直属して、 英清県と呼ばれた。1256年には、安日都市陳に属したが、高来末期の1358年には再び、英清県となった。朝鮮王朝成立後の1396年には、英安市県と解消され、1423年には、英住県と解消した。1895年、平安道英住県は、平安府所属の英住軍となり、 1896年には平安南道所属となった。1914年、永住軍、宿川軍、寸安軍、平安府の一部、古式山軍の一部が統合され、平原軍が設置された。日本統治時代の平原軍は平安府の西北郊外一帯を占める広大な軍であった。1945年8月時点で平原軍は、 以下の一遊十五面から構成されていた。1947年、寸安面、両下面、東岩面を大道軍に移管した。1952年12月、北部を宿川軍として分離し、詐欺地面、平原面、青山面、江徳面、関川もの全域及び流古面、徳山面の各一部からなる平原軍を再構成した。 1972年4月には、スンアン軍の4里を編入した。2003年の時点で、一優に労働者区29里から構成される。この不死の出点、ありがとうございます。